皆様こんにちは、リアム・アレクサンダーでございます。ということで今回も MLB ジャーショーセブンティの実況をやっていきましょう。今回はですね、ホームでテキサス・レンジャーズとの2連戦ですね、やっていきましょう。前回はどうしたんだっけ。結構ですね、前回の収録から時間が空いてしまったんですけども、私は2番 DH ですね、いきましょう。確か前回ね、先頭打者ホームランを打ったのかな、確かその回だったと思うんですけども、私の宣言での成績は出るかな、出た。3割2分1厘か。で、5ホーマー19打点の45ヒットか。悪くないですよね。去年のその打席数をもう超えてる、この時点で超えてるっていうのは非常に嬉しいことですね。よし、やっていきましょう。さあ、ホームでございます。さあ、まず1打席目。キャシュナ、アンドリュー・キャシュナだね。6打数の3安打で1本ホームラン打ってるな。対戦打率は5割でかなりいいですね。よし、集中。よし、しっかり見ていこう。And Harold, you take a look at these Rangers entering play here tonight. They come in looking to turn things around. いいよ、見て、ボール見えてるよ、いいよ。This is the most difficult game, that cross-country trip, and you play the first game. よし、どうだ。OK、OK、で狙ってったファーストストライク。いやー、サード厳しいか。いや、無理かな。ちょっと止まっちゃったな。さすがに無理やな。いや、いけたかもしれないね。まあでも一応止まっておこう。そんなね、初めから無理しなくてもいいかなってことで。いやでも OKOK。しっかり初めの2つボール見て、3球目のファーストストライクをしっかりね、まあ、逆方向でしたけどね、持っていけたのはいいんじゃないですか。カルロス・コレア、カルロス・コレアも3割3分5本、5本19打点で全く同じようなこれだと。ただ打率の方は私の方はちょっと上かな。ただ打ってるな、これ。やっべ、やばい。あー、ちょっと今、いやー、コレアの話してたら刺されたわ。いや、悔しいね。ちょっとこれは取り返さなきゃいけない、取り返さねばならないね、これはしっかりと。いいよ。おい、いずれきますね。どうだ、よっしゃ、OK。いいです。さっきと同じ形ですね。2つボール見て、しっかりとね、ファーストストライクが振っていく。うわ、私はチーム内で一番ヒット打ってるわ。アルトゥーベよりも打ってるわ。よっしゃ。さあ、これ、さっきこれはヒット打ったんだ、あなた。ごめんね、本当にね。申し訳ない。しっかりここは牽制気をつけてね。おお、選びました。フレイジャーは9本もホームランってのはもう早いな。すごいですね、さすが4番ですね。打率はなんか3割いってなかったよね。うわー、振っちゃった。まあでもチェンジアップかなんかかな、今のは。さあ、来ました。3打席目、しっかりここも集中して。うわ、満塁、満塁。ここはしっかり結果残す。ツーアウトか。ああ、ほら、そういう時になると振っちゃうから。しっかり見ていかないと。こういう時こそ慎重に。落ち着いて。ああ、くそ。いやー、打点稼ぎたかったね。ちょっと。ああ、やっぱ初球振った時点でちょっともうあんまり良くなかったですね。さあ、4打席目、犠牲フライでもいいよ。しっかりね。ピッチャー勝ってんな。対戦したことないですね。マットですね。よし、ここしっかりランナー返す。うわぁ。インサイド引きで若干タイミング遅れてますね。うっ、抜けないか。うわ、抜けないか。くそ。ああ、終わったですね。よしよし、チームは OK、勝ったね。で、私も4打数の2安打。悪くないでしょうね。レディー、コムロ打ってんね。悪くないですね。OK。まあ、あとの2つはね、ちょっと悪かったですけども、まあ、初めの2つ、いい形でね、ヒット打てたので、悪くはないでしょう。よし。
打率もね、上がったと思いますので、この調子でね、頑張っていきましょう。さあ、打率は3割2分6厘か。OK。では、ちょっと待ってね、もう振らなくて大丈夫かな、これ。スピード上げたいな。スピード上げられるね。スピード上げることは大事ですから。OK。ということで、2試合目、やっていきましょう。同じく2番 DH ですね。いきましょう。やっぱり DH 起用、DH の起用が多いかなって感じですね。あんまりライト、守れることないけど、まあ、レディックが いるのでね、そこはまあしょうがないけど、まあ、まあでも試合には全試合多分今まで出れてると思うので、まあこの調子でね、やっていきましょう。よし、2試合目行こう。再びホームでの試合です。7位だってアメリカンリーグで、まあ、結構いい位置にはつけてますね。よし、集中していきましょう。あ、ネイト・カーンズじゃん。対戦まだしたことないですね。よし、どうだ。9位に、ま、負けたね。あ、9位に負けたから全然ダメだね。いや、押されちゃったか。パワーがちょっとまだな。あれを跳ね返すだけの力はまだ持ってないか。おいおい、あー、くそ、ちょっとタイミング早かったか。わー、結構チャンスボールなんだけどな、今のこれ逃しちゃったか。いった、お、読まれてるぞ。あー、めっちゃアウトじゃんね。読まれちゃったね、今のね。今のはちょっと走るべきではなかったね。さあ、切り替えて4回の、先頭だったそうですね。4回の表。いや、4回の裏か。振らないね、この人。これボタン押してんだけどな。さっきのチェンジアップも振らないでしょ。これも振らないね。タイミング合ってないのかな。よし、ボール球に手を出さない。これしっかりね。いいよ、ちゃんとボール見れてもまあまあますからね。この調子でいきましょう。ああ、危ないよ、危ないよ、ね、今度止まったね。今も止まったな。あ、入るか。うーん、どうですか。ああ、これも押されてるわ。いや、跳ね返せないね。3打席目ちょっとヒットないな。真ん中に近いんだよな。危ない、振っちゃった。ああ、もうフォーシームに押されてる分だけ早く振ろうと思っちゃって振っちゃった。うー、どうだ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 。ああ、もうそこ、ほら、もうちょっと左だったらさ、入ってんだよね。悔しいな、本当に。あ、ピッチャー勝った、ポチャンス。2打数の1安打、OK。フォーシーム、フォーシーム勝った、チェンジ、よし。1本ぐらい、ちゃんと打たないぞ。どう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 、あー、ダメだ、これもダメだ。いやー、厳しいね、今日の試合は。うわー、打てなかったね、チームは勝ったね。ただし、私は4打数の0安打、よろしくない。わ、これはもう、レディックも、何言ってんの。これはホームラン、レディックホームラン、ベタンコートホームラン、マリシニコもホームラン。すごいね。取り残されてるからあるな、これ全部ほら、外野フライだよ。ライトフライ、ライトフライ、センターフライ、ライトフライ。いやー、悔しいな、ちょっとね。まあ、次回からこういうね、一本も打てないっていうのはなるべくなくしたいですね。一本ぐらい打たないとね、
ダメですよね。はい、ということですいませんでした。皆様今回もご視聴ありがとうございました。 Twitter の URL 概要欄に貼ってあります。 Twitter の、URL 概要欄に貼ってありますので、ぜひチェック。もう忘れちゃった。久々すぎて何でしたっけ。 Twitter の概要欄リンクを概要欄に貼ってあるので、ぜひ URL をチェックして、タップしてフォローしてみてください。3割1分8厘ということでね、3割はもうなるべく絶対切らないように、このままね、頑張っていきたいと思いますので、次回ですね、テキサスレンジャーズで、おそらく予定では、このまま行くとダルビッシュと、ユーダルビッシュさんと、対戦することになると思います。そして、オークランドに、遠征しての2試合、頑張っていきたいと思います。ということで、次回の MLB 史上17の実況でお会いいたしましょう。さよなら。